朝食目玉焼き簡単に作ってほしい。目玉焼きにソース妙だな。嫌な予感がする。昨日みんなで行ったプール楽しかったね。楽しかったです。帰りに食べたうな重もうまかったよな。おいおい、俺だけ誘われてないぞ。妙だな。身内に何でも疑ってくるやつがおるんやけど、どうすればいいんやろ。最近腹立ってきたわ。いるよね、そういう人。わかる、何でも疑わないでほしいよね。そいつは妙だな。ブロックしまえよ。なんでこんなに事件に巻き込まれるの。もう本当に嫌だ、疲れた。無理。事件を引き寄せる悪霊とかがついてるのかもね。一度お祓いとか行ってみて。 FM だけ失礼します。事件を呼び寄せる人が近くにいるのかもしれないです。何か心当たりはありませんか？たまにいるんですよ、そういうやつが。この度、突然ではありますが、ジンが黒の組織から脱退することになりました。今までたくさんのご声援、ありがとうございました。え、なんで？推しが。妙だな。フォロワーが100人から99人に減ってやがる。ん？フォロー数も100から99人に減ってるな。そうか、わかったぞ。誰かが俺のことをブロックしやがったんだ。あいつの知識自慢にうんざりしたからブロックしたわ。さすがに限界や。まさか犯人がお前だったとはな。ブロックして逃げてんじゃねえよ。言いたいことがあるなら直接言えよ、バロー。ブロックされたアカウントを探し出してわざわざサバカバで使って言いに行くなんていくらなんでも気持ちいますよ、コナン君。今夜8時40分、あなたの写真を手に参上する。エッチな写真をもらいに参上した。怪盗キットだぜ。胸の写真でいいですか？いいぜ。おお、なかなかいいおっぱいしてんじゃないか。もっと写真を引いてくれ。でもこれ、わいせつ行為ですよ。だが今回は見逃してほしいね。俺は濡れ衣を晴らしに来ただけ。真っ白なんだから、あの子の下着のように。わかりました。おお、話が早いぜ。早く写真を引いてくれ。ではお嬢さん、またいつか月下の淡い光の下でお会いしましょう。死ね。Thank you.